さあ今回もダンジョンオリジンズやっていきましょう。さあ前回ね、終わった時に、まあ、セーブは自動セーブなんですけど、まあ、それに頼っていたらまたねミッションが戻っていて、まあ、建物はねあるんですけど、ここだけちょっと戻っちゃったと。まあ、こっからどう進むかわかんないですが、まあ、今回はね一気に、まあ、進めようかなと、まあ、毎回終わってたんで、まあ、一応このね軍を送るってやつを毎回今初めにやってますね。でとりあえず研究ツリーがあって、まあ、このねホブゴブリンが、まあ、ランクで A になったら出せるんで、こいつとあとはこのスパイダーね、これを出したいなと。あとスパイクトラップの強化かで、ちょっと進めたんですよ。その時にね1回発動して、このトラップとかはダメージで経験値が入るみたいでめっちゃ溜まりましたね。これはありがたい。さあとりあえず進めようか。うわ、いっぱい来ますね。攻撃的な感じかな。まあ、ちょっと配置も変えまして、罠をね、前にしました。経験値貯めたいので、まあ、出すしかないだろうと。さあ、軽く下げよう。意味あるかな。惜しい。ゴブリンからホブゴブリンはどうなるんだろう。出し直し的な感じかな。育成してますからね。ああ、罠出ない。毎回50%なんだろうね。ダンジョンごと。やりきれ。ナイス。あと1体いけるでしょ。ああ、無理か。お、やった。ナイス。やるね。来た来た。これで一応進めて。毎回やってますよ、これ。サクセスばっかしてますよ。メニュー開く、ビルドメニューからビルディングを押す。あー、これやっぱいるんですね。2つ置くか。売ってみる、これ。ああれ、これ全額返ってくる感じか。置き直すよとそれでいいならいいですよ。あ、なんか3溜まってるよ。次ランクいいだしね、ホブゴブリンでいったら貯めとこうかな。何で溜まったんだろう。戦闘かな。まあそれ次はランクですかね。マジックストーンインアップグレード。あ、何かやれと。それは次かな。さあランク見てみよう。ランク E、 ランク D 来た。ダメージ DPS が10を超えてきているといいですね。ちょっと F 組のみんなをねF 組のみんなを変えてあげたいな。罠出なかったでしょ。ソウルが溜まっちゃってるんで、まあ、ちょっとじゃあね、行きますか。脅し組。マジック。まあ、ランク上がった時にやって、ゴブリンとかどういう感じになるのかだね。撃て。やっぱ編成はね、ちゃんと組んだ方がいいですね。ちょっとでも削ろうとしましたが、安定感には欠いたね。魔法使い強いね。あー、なんかクリティカルがあるのか。ダメージはちょっと変動しません？ 50 なんか28、44だったよね今。罠なんか長時間いるけど出ない。もう不備でしかないですね。頑張れ。スケルトン硬いね。研究の成果聞いてますよ。お、あ、ボスっぽいよこれ。ちょっとじゃあね、編成変えましょう。こいつは前に出すか。ちょっと待って、一旦こうして、うまくなんか挟めたりというかね、発動させれないかな。こうやってやってさ、これうまく出せないかな。溜まってるんでトラップ一応、移そうかな。ピックアップしてちょっと経験値稼ぎいってもらって、まあ、50%2 つあればね、まあ、表記上 100% ですけど表記上はね、信じよう。まあ、2個出ればねもうラッキーボーイですから、それでいきましょうか。研究はだって今やることないですしね。使った方がたまんのかな。一応この辺使っときますか。来ることを期待してね。
まあこれの上限が分かんないんでね。まあいけるでしょう。おこれは何、フェイクヒーローですか。なんか言ってますけども、ちょっと来てもらおうか。いい、そんなこといいから来い。なんそんな引くの一人でしょこいつ。リサーチツリー、今出るものですかそれは。あーなんか、あ前ここだったよね多分ね。あ硬い硬い。あでもいけてない、こいつ今打ったよね。ちょっと押しすぎだな。すごい押すねゴブリンそんな押す。どう、罠罠出な、お出た出た出た。移動ごとなのかな、どういう確率なんだろうね。あ聞いてる聞いてる、なんかノックバックしますね。いけたでしょこれ。偽物め、くたばれランク上がりました。こういう母船があるんだね、ランクごとに。スパイダーインガンロックね、これスキルアンロック。ちょっと雲、お変わったね。拡張してみますか。やれと言われているのでね。あここさ、こう開いて挟み撃ちですよ。スパイダーは遠距離なのかな。さあ拡張してみました。さあマジック、あそれでこれか。拡張はしたっけな、ここはしたか、ここしてないよね別に。まあ、これで次これだね。またあそれ一応ここで戻れたか。前回ここまで進んでましたね、そのクエストみたいなものは。戦闘は別ですけど、で溜まってないんで置き直してもいいかな。50、30でしょ。あ結局ねここしかないから意味ないか、意味なかったですね。でモンスター、あもういけるんだね。研究なんじゃ何あれは。あ勝手に来てねこれ。やんだいいですね、優しいにいるのか。スケルトンの攻撃速度かどうでもいいね。さあスパイダー見てみましょうか。スパイダーちゃんはパッシブがこのイモビライズターゲットオンヒットというね、ヒットした時にこのイモビライズが起きると。移動制限なのかな。ちょっとじゃあインプ避けてスパイディ置いて、スパイディスパイディかな、試してみたいですね。ちょっとこの戦いによってはね、まあスタメンを入れ替えていこうかなと。今インプがでかいですけど、ゴブリンと変わるのかインプと変わるのか。でこの3人の編成はね、もっともう極端でこうじゃないか、こうだね、もっと寄せていこう。よし、これがいいんじゃないふんだんに使ってね。お闇の組織来ましたね。これ全員にかけたら強いでしょ。お決まったね。近距離っぽいか、あやっぱ移動制限っぽいですかね。これ見て、これ素晴らしい。ゴブリン、まあ、じゃあアウトかな。 D ランクゴブリン下げて、ゴブリン下げて、まあ、ここねインプたちいますから、スパイでいきましょうか。1しかないんで、ちょっとこれはね貯めていきたいですけど、研究が進まないから、まあ商人とか待つかってとこですよね。これってあのここでもらえるのか。エッセンスがあるうちはこれを送った方がいいかもね。違う場所見てみようかな。ホワイトマウンテンダンジョン、これうちだね。シルバーハーバーですか、ムーンランド。ああこれ簡単っぽいね。もっと簡単なやつもあるんだ。このピンクのストーンが欲しいので、4号道4日かかりますけど、 25% か。これがいけないなら無理でしょこれいかなきゃ、だってこれしかないよね。 50% で引きたいよね。ちょっとせこいですけど
で50パーでいこう。少なき支払いで多くは得たいと。いきましょう。ここをぶち開けちゃいかんか。なんかうまくなんかいけないかな。うまく道を変えて、できる限りいろんな戦いを、まあここね一箇所に寄っちゃってるんで、それを変えれたらいいなと思います。うらうら撃て撃て撃て、みたいじゃないな、スパイ爆発してますね。あー、いかないか、寄りすぎかな。罠出なかったね。ノー、ナイス、来たね。ランクアウト、こっちか、関係ない。一発ずつで死にますけど、そういう感じになっちゃうか。まあいけますね。これ出したいな、うまく。まあ通路をここも買って伸ばすかってことか。まあちょっとこの子はね、一旦一旦というか多すぎるか。なんで入り口を置けないんだろうね。どういう違いなんだろう。 FFD 君だね、復活しよう。まあ多分ここまで来たら反応するから、こうじゃない。さあこれいけるかな。まあお金が100いる時点ですぐにはいかないので、まあこれ言ってますけど、この簡単な方もエッセンスがあるときは50杯いこういこういこう。これ2つ成功させますからね、私は。どっちかぶち開けたら危ないか。なんかないかな、敵を分断させる方法ね。あ、いいね、ナイスはな。あ、来た来た来た、引っ張れた。大戦争大戦争よ。つまりこれ3方から行けたら、3方向から行けるはず。理論上は数で持っていきたいですね。うわ、我々の大軍がやられてしまった。この多く入れた方がやっぱ価値があるんですけどね。まあ今ここ使いますが、でちょっと後ろ向きすぎるかな、どうせ近づくしな。お、ナイス、罠が炸裂しましたね。さあ1人、こういう場合の動画が難しいかな。まあこう押しちゃうからね、遠距離の場合だとまあ絶対出ないだろう。ナイス、配置違いだね。お前じゃない、お前じゃない。ん、どういう状態これ今いいんですか。まだ消えたんですけど、ピックアップごといきましたね。これは衝撃的な。置き直すか、エッセンス無駄に使っちゃいますけど、まあ、そうなったならしょうがないかな。さあ、いい、 5% チャンスが増えていると。なるほど。ここ雲いるかな。ポイントがないですからね。なんか溜め方があるのかな、もしかしたら。まあこのコアもね低いですから、敵が分担するようなルートを作りたいな。これ最短で来るとしたら、ここも開けてめっちゃ奥とかどう。ここ開けらんないか、こう。ああ、そうなるのか。でも池罠だらけか罠やめて、ポン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 って置いて、ハサミ打ちみたいな。まだ無理ですけど、こうか。もうちょっと広がったらそういう変え方もできるだろう。ちょっとワンパターンかな、これは。スパイダーが出るんならスケルトンでいいですし、ランクは D から上がらない説ある、これもしかして。あ、可能性ありますかね。 D で止まってますね。ホブゴブリン的なことかな。低ランクで上げに行くのかと。スパイダーも結構いってますね。ダメージはそうないんですけど、あ、20だがあるか。もしかしたら一番強いこの子。耐久がちょっとでもしょぼいかな。やっぱり
遠距離に近い感じなんですかね。進めよう。まだ大きく変えることはできないね。なんか死災いっぱいつきたよ。ヒーラーね。まあヒーラーなんでね、回復するんでしょうね。マネオ来い、マネオ来い、ナイス。いいね。回復してるっぽいですけど。ほら、弱体かよ。撃て撃て撃て。いいぞいいぞ。撃て撃て撃て。ヒーラー砕け散りましたね。さあ、2つ終わりました。見ていきましょう。失敗。やめようかな。やめちゃおうかな、もう。そんな、片方くらいはいけると信じたんですけどね。ここで研究する気だったんだけどな。ちゃんと行くか。逆にもっと高いのいっぱい使っていくこともできるのかな。お金的にまだまだかかるので。ん？なんだこれ、どうなってる今。ん？これはどういう状態なんだろう。いける？いけるなら行こう。なんかより入りやすくなってない？ここも欲しいね。ちょっとお金使っちゃおうかな。メッセンすぐ貯まるしな。どうだろうか。さあ罠がね、極まってきています。あっと、やっぱチャンスの可能性わかんない。何に対してなんだろうね。1体ずつなら絶対出るはずなんで。お、奥行った、奥行った。謎のなんか来たよこれ。あ、チーフってこれかな。こいつから守ろうみたいな。オクルトやってきたね。回復だるいですね。大丈夫かな。ちょっと結構後ろ貧弱な気がするんだが。よし、あ、無視していってる。まあまあいいんじゃない。おお、どうなんのこれ。戦ってらっしゃるんです。あ、死んでるわ。どっちも見れなかったね今ね。ヒーラーだるいですね、あいつ。あいつ自体は回復しないっぽいね。いやー、気づいてくれ、後ろ。そうそうそう、変わった。いけ。あー、やりきれない。どうなるんだ、これは。OK、なんとか。ヒーラー強いですね。スパイディ置いて。まあ、ここに行くだけなんで、そんなに影響はしないだろうと。ちょっと買いましょうか。いけるね。これはね、まあ、こう横に行くパターンもあるし、これもいけるよね。だこう通るでしょ。結構賭けな気もするんですが、頼むぞと。ちょっとこれ試そう。罠がいよいよ少ないですけどね。ここを蹴るか。 50% しかないから増やした方がいいのかなと。あ、こうダメだ。見間違えてますね。まあね、一個も空いてるように見えるもんね。後ろ大丈夫かな、さっきの感じは。あ、 C 上がってるというか、 C 上がってもうすごい上がってますね。 DPS が9 23.64。 ちょっと待って、お前は 18.18。 あ、まあ確かに研究でも上がってるので、E が20で、そこから D、C と減って 3.64 上がっているよと。体力は105で、まあ、今日5ずつ上がっていくよと。OK、OK。まあ、今回ね、ボス戦もやりましたね。まあ、どんどんね、この研究水が進んでいくはずです。ライセンスを使って何かしらをこう進めていけようと。で、まあ、ここだとしていくらあればいけるかがわからないんですよね。ウォーリアーなのか、リーダーなのか。何かしらいるんだろうね。まあ、こういうのでゲットしてきて、まあ、か商人かでゲットして、研究戦で行きたいね。ホブゴブリンを攻めたいので、次回ホブゴブリン行きましょうか。